東京中野の中華そば青葉さん行ってまいりました動物系と魚介系のダブルスープのほぼほぼ元祖のお店でございます僕ここのあのラーメン大好きなんですが柚子唐辛子なんかもついております言えばこれ出てくるんですが美しいですねこの中華そば750円でございます、うん、いいと麺がですねなかなかコシがあって えー、素晴らしい、えー、中太麺と言っていいんでしょうかねこれだしが美味しいんですよさあのかつおなのかなでえっ、ー、とこれが、えー、とあれですね、えー、チャーシューでございますがでこの本当にあのスープが僕大好きで、えー、もうほに好きなんですよね麺もまあ美味しいんですがあのダブルスープで、えー、美味しいと思うところあんまりないんですが。 ここは本当にすごいと思います。で、柚子唐辛子を入れると、これまた和風の感じになって柚子の香りが効いて、僕の京都人だからでしょうかで、ね、も京都人大好きな味だと思うんですけれども、いやぜひ行ってほしいんですが、これ京都にこのお店がないのがもう不思議でしょうがないですね。ダブルスープがね京都発祥だと非常に納得いくんですけれども。 ここがほぼほぼ発祥ということで、えー、非常に美味しいです。海苔もね美味しいんですよね。これ巻いて食べると。えっ、ー、と場所はこの辺でございます。海苔もどうするねんっていうあのいろんな話ありますが、あのちゃんと、えー、あれです。えっ、ー、と味がする海苔ですねがあるとそれ巻いて食べると非常に僕はえ好きなんですけれども。 えそんな中野青葉さんでございましたえチャンネル登録よろしければこちらでお願いいたしますそれでまた明日ですありがとうございますこれ中野たら一体一品食べてみてください本当に